鍋割奥山は、単子葉植物、白部下に属する植物で、森林に生える、と年生総本である。鍋割は全体に柔らかい草で、地下茎は横に生い、所々から茎を地上に出す。茎は高さ30から60センチメートル以になり、まっすぐ立ち上がって中ほどからやや傾く。節ごとに1枚ずつ、数枚の葉をつける。葉はハート型に近いラエン型で、 短い傭兵がある。葉は柔らかく、シワが寄っていて、縦に数本の脈が走る。花は4から5月頃に出る。葉の付け根から出て、細い柄があって垂れ下がるので、ちょうど葉の下に隠れるようにつく。花びらは4枚、2枚ずつ耐性して、内外の2列になる。単子葉植物としては珍しい作りである。花びらは、楕円形、緑色で、ほぼ水平に開く。 外側の一枚だけが特に大きいので、妙に不対称な変わった花形になる。おしべめしべは中央に集まって突き出る。鍋割りの花本州から九州で比較的暖かい地域に多い。森林のもとに生える。名前の由来は鍋割りの変化したものであるという。歯に毒があるので舐めると舌が割れるという現象によるものとされる。外見的には塩出にやや似ている。 分類上の縁は薄い。本当の禁縁種としては同族には姫鍋割りがあり、本族の日本産の種はこの合わせて西とされてきた。この種は植物そのものはむしろやや大きいが、花は小さく花びらが反り返る。本州、四国、九州から奄美群島に分布。しかし二十一世紀に入って本族にはさらに3種の新種が国内で発見された。 そのうち小花鍋割り C アイトアナ、ヒューガ鍋割り C ハイガンシスの2種は、ヒメ鍋割りに似たものである。もう1種、四国鍋割りクルミやキノシタエは、本種に似たもので、可比編4枚がほぼ同型同大である点が大きく、異なる。なお、属としては他に、北アメリカ東部に一種がある。東アジアと、北アメリカ東岸の隔離分布の一例である。以下、大橋保果編。 P153, ありがとうございます。